はいいかい？厳しい戦いになりそうだ。王国聖騎士とあろう者が大罪人を背に構え、この私に剣を向けるつもりか。二人とも今すぐこちらへ戻る。私のフルパワーの魔力で あなたは一体羊の紋様、まさか。そのまさか、七つの大罪ゴート神。リアンヌをかばって戦ってくれたこと。ドレファスとの戦いの後、リアンヌは疲弊した体でお前の弟をかばい、そんなディアンヌを守ろうとお前とハウザーの二人はドレ、ここ数分の記憶から、ドレファス、お前を全力で、それはこち、全力で倒す。本気で行きます。始めるぞ。さて、暴れちゃおっかに。よっよっ、さて、ウス様が七つの大罪を倒しに来られたか。こんなところで暴れるな。どれ、俺はもう行く。だが、誰だ、どうなってる。残念だな、ゴース。戻っ、そして。ドレファス殿。私としたことか。ヘルブラム教。よい、おい、聞いたか、ヘルブラム兵の噂だよ。聖騎士相手じゃ七つの大罪が。
を引き締めていこう。さて、ドレファス混戦じゃなくなったってことはさ、好き放題できるってことをお忘れかい？ハウザー、この子を連れて逃げて。ジール、ざっけんな。またそうやってお前は。少しはてめえのしぶとい巨人だ。でもこれで終わり。これはこれは妖精王だ。ちと遅すぎたね。元の姿に戻れよ。そんな姿じゃ本当の魔力は出せないだろ。ヘルブラム、700年前君と交わした約束。あれがヘルブラム教だと。ヘルブラム、君に理解しろとは言わない。彼女、君にだってわかるだろう。大切なものを失う心の痛み。なら君にわかるか、目の前で大切なものを壊される痛みが。本気になる必要がありそうだね。それじゃあ行ってみようか。行け。混戦じゃなく、本気になる必要がありそうだね。それじゃあ行ってみようか。行け行け。どうだ。やファイトファイヤー、ウィズファイヤー、ガーディアン、ファンタルビー。見てるな。はっ、えい、いけ、えい、いけ、この程度で。ほっ、やるね。ガーディアン、どうだ。なかなかやるね。どこ見てるな。えい、これで仕留める。ほい、冷蔵車スティーブ第4形態
サンフラワー焼き尽くせ。まだ続けるつもりかヘルブラン。700年経った今もまだ人間を滅ぼしたいと思っているの？まだじゃない、もう止まれないんだよ。もういいんだ、もう休んでいいんだ。いや、久しぶり。ハーレクイン、その兜、地味へのプレゼントな。地味なら気に入ってくれるかと思って人間にもらったんだけど、でもよく見たらセンスの。そうだよ、君は本当にバカだ。一つ聞かせてくれないか。俺にはどうしても、あんたたちが王国転覆を だとしたら、突然王国に乗り込んできた理由。さらわれたエリザベス王女を救う。さらわれた？まさかエリザベスは今。聖騎士ギルサンダー様は聖騎士の中でも随一の実力。確かめるとヘンドリクセン殿、こちらもそろそろ決着をつけますか。威勢だけは立派な王、アーサー・ペンドラ。しばらく見ねえうちに物騒な魔力を身につけたもんだな。久しいですな、七つの大罪だ。あら、面白いお客さんを相手にしている。わっ、アリーナ兄ちゃん、すまねえがちょっと手をか。はい、喜んで。私はアーサー・ペンドラゴンと申します。あなたのことは昔から存じ上げています。ま、話はことが済んでから。さーて、この間の続きをするか。ギルボー、言ってよ。今一度言おう。今の私は七つの大罪。わかった、蹴りをつけるか。蹴りをつけるぞ。覚悟はいいですか。さあ、始めようか。始めるぞ。よし、よし、はい。おお、さすが。ああ、そんなことじゃねえ。食らうかよ。お助けください。ステーキスター。ああ、なかなかやるな。
んて恐ろしい姿を。ヘンドリック、蹴りをつけるぞ。覚悟はいいですか。さあ、始めようか。始めるぞ。隠れるんだ。あの娘さんの顔と、まさかねえギル、いつもあなたは幼い頃、一生私、それがあなたを苦しめる呪縛になるとも知らず、10年もの間、私、そして今最も慕う人をお願い、どうかもう、どうかあなたの英雄を裏切る。見えた。死ね。あなたは俺を長き呪縛から解き放ってくれた英雄メリオダス。裏切ってなどいない。俺は鼻からお前たちの名メリオダス。あとは俺に任せてください。父を殺した男に復讐するこの時をどれほど待っ、俺の怒りを。私は見たのです。10年前の王国誕生祭にドレファスとヘンドリクセンの二人が共謀しザラトラスを殺す、あるべくもない場面も、そしてそのことを怖くてたも。でもそこにビビ、ギルは私を守る。
王女マーガレットを人質にしていたこと、そしてギルサンダーともども使い魔が二人を、なぜいつか白夢の森で再会した時さ、ギルボーはてめえの命惜しさに正義を曲げる男じゃねえ。あいつが白夢の森でまじないを口にした時、行動の一切を監視され誰かを人質に取られていることが分かった。初めから分かっていたなんて嘘よ。本気で戦っていたくせに。ギルボーが好きな女のため命を張ってんだ。よう、アーサー、無事だったか。しかしまさかアーサーと一緒だ。七つの大罪、ボアシン、マーリン。久しいな、団長殿。もう何もかも終わりよ。何を泣いている。まだな、地獄の宴はこれからだ。メメザメネザメメのマザ、血を目覚める。内側からどす黒い魔力が溢れてくるこの感じ。ヒーラたちに何が起こっているの。多分彼女たち新世代に入った魔人の血がいや暴走させられてる。そういえば白夢の森に若い10年前の全聖騎士長殺しの犯人、実は七つの大罪じゃないって噂があるらしいんだ。崖崩れで行商が困る。気性の荒い。何でしょう。準備はいいかい。覚悟決めろよ。いや、暴走させられてる。まだ生きていたのか。ホーク、俺をエリザベスのところまで連れて行く。やつはおそらくマーリンの館にいる。師匠、団長。言われるまでもね。もうやめて。僕は君を殺したくない。だったら…俺を…化け物のまま…いいさ、覚悟はいいんだろうな。本気になる必要がありそうだね。バンカルビー。大丈夫かい。気を抜かないようにね。
これで聖騎士のてめえは死んだ。ギーラ、君はもう平気なの？うん。じゃあみんなで今すぐ団長。オイラとバンはオート中の新世代を一掃し、エマすんじゃね。誰に物を言ってる。そういえば白夢の森に七つ。ヘンドリクセン聖騎士長がこの騒乱の。よっしゃ。準備はできてるな。準備はできてんだ。来たか。エリザベスを返して。エリザベス、オーク、頼めるか。お、お。よし、行け。さてと、悲劇の幕引き。いや、悲劇の幕開けだろ。蹴りをつけるぞ。相手をしてやるか。あよっから行くぞ。おいしく、おっさあ。この程度か。隙だらけだ。とどめだ。この程度。ガサン。ゲイ。カミカミ。おお。どうどう。ソーリア。ルホ。この程度。ソーリア。ベシ。おお。どうし。乗るなよ。そんなにそのまま返すぜ。リベンジカウンター。おお。どう。相手が悪かったな。ヘンドリクセンのやつはどうやらさらに近く。よっヘンディちゃん、隠れてねえで出てこいや。私はここだ。団長、奥に何かいる。私は耐えられる体を求めていた。赤き魔人の血と違い、こいつの血の反、私の仮説、同じ眷属である赤き魔人の魔力に適合した体なら。こいつ数年前に発見された灰色の魔人だよ。魔人の生態と系譜にはまだまだ謎が多い。赤き魔人をこもう少し研究。何を。正気か。がん。ああ、ドレファス見たかったよ。ヘンドリクセン。いや、あいつはもう人間。そういえば七つの滞在を。まさか七つの滞在こそが国を。確かめてみる。準備はできてんな。メリオダス、このおぞましい魔力は、まさか、ヘンドリクセン。
あいつはさっき人間をやめた。メリオダス。メリオダス、お前はやはり危険な存在だ。闇をさえも飲み込む漆黒にその身を食われ、お前を救う者は誰も。いや、いる。ホーク、お前が死んじまったらエリザベスちゃんまで。ああ、こんなことなら死ぬなよ。ホークちゃん、起きて。またいつものように喋って。ダメよ、一人で勝手にさよなら。この忌々しい魔力はまさか。厄介な。目覚めたか、ドルイドの巫女に流れる血が女神の使徒よ。私はとても悲しい、ヘンドリクセン。あなたに何が起こったの？そうまでしてあなたが。魔人族の復活、イニシエの大戦で我らを封印してくれたよ。そのためには。諦めんな。俺たち七つの大罪がいる限り。蹴りをつけるぞ。相手になるとでも。させん。もっと来た。ゾーリア。この程度か。食らうかよ。どうだ。無駄だ。やってくれたな。どこを見て。メリオ、闇よ、お前を。蹴りをつけるぞ。相手になるとでも。蹴りをつけるぞ。相手になるとでも。どうだ。どこへ行って。終わりだ。油断した。どっけい。どっどりゃ。どっどりゃ。
できてるな。